見えざる神はテーブルトーク RPG ルーンクエストの背景世界グローランサに登場する架空の神聖ユダヤ教あるいはキリスト教のテトラグラマトンに相当する世界の創造者とされるがゲーム中では他の神聖のような人格を持った神ではなく物理法則自然法則の象徴として扱われルール上も信者には神聖魔術ではなく魔導を提供する その教えは、マルキオン教と呼ばれ、初代の預言者マルキオンによる肉体の慰めに、その起源を持ち、次のフレストルの魂の喜びによって、ほぼ現在の形にまとめられたと考えられている。その主な信仰は、ジェナーテラ西部に限定されるものの、プリソス出身の英雄アーカットによる、第一期のナイサロール、クバージ殺害。 ロスカルムの英雄スノーダル王子による ST1499 に引き起こされたシンディック封鎖事件など、グローランサの歴史の多くに、その影響が残るとされる。マルキオン教と見えざる神の教えは古代ブリソスの、預言者マルキオンにまでその起源を遡る。ブリソス人は死を恐れるあまり、カーストに従うことによって不老であり続けるという、伝統に固執して、 本来その恩恵が見えざる神の教えにあることを忘れ去っていた。形式主義に出したブリソスの民は古代の大崩壊と復興の中、マルキオンの原点階級運動を拒絶し、彼とその信者を追放した。マルキオンの教えは肉体の慰めと言われる。マルキオン教を分類する際のキーワードは三つある。マルキオン派の諸文化は貴族階級を頂点に聖職者階級。 騎士、兵士階級、農夫階級の4つのカーストを持つが、カースト間の変動が認められているか、他の神聖の存在を認めるか、そして、魔導呪文、石灰を許すか、である。石灰は、能力値を攻撃する強力な呪文で正当な、マルキオン諸派では、禁止とされている。大魔導士ザブールは、マルキオンと同じくらい古く、同じくらい魔導社会にとって、重要内人である。 彼は世界の法則を論理と意志によって制御する技術を発明し、これを魔導と名付けた。彼は世界の法則と力には人格などなく、観察と研究によって、これを解き明かし、制御するのみだと考えていたので、見えざる神のお心に従うことを求めたマルキオンとは反目していた。マルキオン教の神話では、彼はマルキオンが一番助力を必要としていた時に、これを裏切り、 死に至らしめたという。ザブールはその後も強大な魔力と謎めいた行動で世界を変え続けた。西方の魔道士たちは大暗黒を終わらせ、明け物をもたらしたのはザブールが異教徒たちと協力して練り上げた魔道呪文によるものだと述べる。一方、マルキオン教徒たちは復活したマルキオンのもたらした最後の刑事がザブールを改心させたのだと信じている。 第2期の末期には、全世界の海に、海洋に出た船を破壊したり陸地に押し戻したりする、大閉鎖と呼ばれる呪いがかけられたが、これも彼の仕業ではないかと噂されている。ジェナーテラ大陸の西の海に浮かぶ、ブリソス島は、彼によって守護されていたが、大閉鎖と時を同じくして島ごと忽然と消え去ってしまった。現在の魔道の達人はその多くが聖職者階級に、 属し、その魔力を、教会や、社会のために役立てている。だが、ザブールの定めた道を行く、無神論者の魔道士たちもまた存在する。ゲーム的には、魔道呪文は、習得に膨大な時間がかかる等の特性があるため、誰もが魔術を使い得る、クローランサにおいて、魔道士の人物像は、よくある架空のファンタジー世界に出てくる魔法使いと、一体ージに一番近くなりがちとなる。 正当なマルキオン教は彼らの信仰する、見えざる神が物体を構成する、物質と霊体を構成する、霊質の相互作用の法則を定め、世界は流転する物質、霊質の循環作用によって、理解、説明可能であると考えている。非マルキオン教との信じる、エビス神は、その特定の現象の擬人化に対する、誤った信仰であるとされ、偽りの神と呼ばれる。 以下は、第3版のサプリメント、グローランサの神々の一文刹、グローランサ神明録にも挙げられる偽りの神である。スノーダル王子とロスカルムは、グレッグスタフォードによる最初期のグローランサ作品に由来し、その国境たる、マルギオン教は、グローランサの多様な文化形成に関わるギミックとして、重要な位置づけにある。ありがとうございます。